スタートの反応は2人とも非常に良かったんですよ。50メートル地点まではおねだり豊かが若干リードしているように見えました。そうなんです。でもね、さすがここからがね、アジアチャンピオン。後半の伸びがね、すごいですよね。いやー、本当に